ないの？え？あんな約束律儀に守っちゃって、それでさらわれてあんな目にあって、もしかしたら知ってたかもしれないのに、なのにバカじゃないの？サクロク見ないで、もうわけわかんない。ごめんね、心配させてごめん。